回は DA17 のリアブレーキホース延長になります。AB23 のロングブレーキホース 40cm を2本使用します。早速作業開始です。リフトで車体を上げていきます。現在のブレーキホースの状態です。かなり突っ張った状態ですね。リフトアップだとなりがちですね。このロングホースに変えていきますよ。ストロークを生かすには大事な作業です。せっかくロングショックに変えてもブレーキホースが短いと突っ張ったり最悪切れてしまうこともあったりします。それでは交換作業を始めていきます。ブレーキホースのかしめ部についている固定金具を外していきます。4箇所外し終わると次の準備にかかります。エア抜きは必須ですが、オイル抜けの量を少なく、なるべくエア抜きの手間を省きたいので、ホースクランプを使い、キューホースのオイルラインを一旦押さえ込みます。次に、ホーシング側のブレーキホースカプラーをばらして、新しいホースを組み付けます。次のホースを先に準備することで車両からのブレーキオイルをなるべく減らさずに組み付けが可能となります。ちょっとした順番の違いでも作業完了後のブレーキエア抜き作業が短縮できます。完全に抜けてエアカミすると ABS 周りまでエア抜きが必要となるので結構な時間を取られてしまうのです。またブレーキ周りの作業になるので最善の注意で行う必要があります。整備経験が少ない方は DIY はおすすめしません。分解整備の資格を持つ整備工場をおすすめします。さて1本の完了、次のホースに移ります。余談ですが DA17 の番ターボ以外はリアブレーキホースはシングルなので1本交換になります。ちなみに D64 波ワゴンでもリアはシングルラインでした。右側のブレーキホースも組み付けていきます。ホーシング側完成です。さて2本のホースがホーシング側とつながりましたので次は車体側です。だいぶ長くなりましたね。1本ずつ車体側についているノーマルのホースと新しいホースを手際よくスピーディーに交換します。左右のホースが車体側にもつながり無事にブレーキラインが復旧しました。次はエア抜き作業です。マスターから一番遠い左リアから始めていきます。完成しました。後日紹介する 510mm のロングショックでも余裕の長さになりました。エア抜きも今回の方法ですとエアカミも最低限で楽勝でした。ショックが伸びきった状態でも余裕のある長さになりました。最初はこんな感じでしたからね。パツパツすぎ。さてリフトから下ろしてみます。試運転後にブレーキラインからの漏れがないかなど再確認しましょう。最後までご視聴ありがとうございました。エブリィオタクな情報ばかりですがこれからもいろいろな情報をアップしたいと思います。チャンネル登録やいいねボタンを押してもらうと喜びます。それでは皆様また次の動画でお会いしましょう。